はいどうもザクレーです。今回は手越ゆうやさんとのコラボ動画になります。では手越ゆうやさん挨拶よろしいでしょうか。はいどうも手越ゆうやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや今回ね、はい、来ていただきました。いやありがとうございます。まさかですよね。まあね一切接点ないところですからね。いや僕もだからやっぱゲーム大好きで、あのやっぱゲームチャンネルやってるんで、うん、本当にやっぱやるからには負けたくないし、うん、上手くなりたいので、うん、あのちゃんとコラボすごい人とコラボしたいなっていうところからなんですよ。なるほどなるほど、はい、いや私もあの、まあ、テレビとかね、はいはい、もしも見てて、はいはい、存じ上げております。ありがとうございます。いやありがとうございます。今回は、ね、年齢差14ですよ。あもうあそん俺ねそうなんですよ。あ34です今。あそうなんですね。もっと一応若く見えたんで、はい、そうなんですよ。俺なんかあの多分精神年齢が低いからあんま顔の年齢も上がっていかないのか、なんか知らないですけど。そんなのないです、そんなのないです。はい。そんなのないです。だからね、今日はちょっとなんか持ち込んでいろんなルールとか考えてきてくれたんですよね。はい。まあまあ、これね、まあ、他のね、YouTuber さんがコラボした時とかもそうなんですけど、はいはい、まあこれもね、やっぱその真剣に同じルールで場所にやっても、はいはい、まあまあ。そりゃそうですよ。チャンピオンだもん。ますから、はい、まあ今回はね、ちょっとハンデというか、はい、まあ、鬼畜ルールでやろうかなと。鬼畜ルールまあ、こっちにちょっと、まあ、鬼畜なハンデをちょっと進めてやろうかなと。助かりますわ。思います。どんなハンデでやるんですか。それね、僕もまだね、知らないんですよ。かわちゃん考えてんのね。ちなみに自信の方はあります。そのスマブラ、今までどれぐらいやってたか。あ、だからそのもうザ・ほんと64のスマブラを学校帰りに毎日やってた世代なので、はいはい、スマブラに触ったことないってことないです。あ、なるほど。ただ、この一番最近の方のスマブラのキャラクターはそんなに触ったことがないので、まあ、だから当時やるとしたら使ってたキャラクターでいきたいなと思ってます。あ、なるほどですね。はいはいはい、了解です。というわけで、まあ早速対戦の方を見ていこうかなと。なるほど、思います。で、誰そこにいるの。ここ、俺の紹介は誰。ちょっとずっとうんふ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 ん言ってた。タクレイさんの台本にのぼうののの字もないんだよ。え、いや今だから俺はい、おかしいだろ。こうやってね、見てると視界に入ってくるんだけど、ああずっとこっくり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 してる。いや聞くよそれ。ねじ巻き人形でもいいのかな。ねじ巻き人形じゃないんだよ。今はどうしたのよ。全然こっち見ないし、二人とも。どうしたのよ。どうしたのじゃない。一応手後にあの一応サポート MC でいるんですよ僕は。あ、いつも。そうなんだ。そうよ。ルール説明だけ振ろうとしたでしょ今。さあ、ルールの人じゃないの。ルールの人ってなんだよ。進行役の人じゃない。いないんですよそんな人は。ちょっとどうなんだ。どなたですか。なんだっけ、あの公務員。こんな公務員いねえだろ。どこの県だよこれ。公務員だ。ハロハ来てる公務員。天気図のぼうです。はじめまして。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。のぼうくんとね、いつも手越ゲームハウスをね、一緒でやってて。右腕ですよ。そうですね。右腕。俺は右軟骨だと思ってたんだけどね。そう、右軟骨。腕を与えられないと。そうです。唯一のね、僕のセリフのところにね、スタッフ回答って書いてた。一人としている、まあそうでいいんだけど、いいけどね、うん、じゃあちょっと今日のルールを説明させていただきます。お願いします。テゴニャンにはですね、試合ごとに1から3の番号を選んでもらいます、うん、はい、その番号ごとに鬼畜なハンデが用意されていて、選ばれたハンデを背負った状態でテゴニャンと対戦します。はい、はい、それを繰り返し先に2勝できた方の勝利です。はい、ちなみに1から3の番号とハンデの鬼畜度は比例しているようで、3が一番鬼畜なハンデになっています。はい、なるほど。はい、5で ないんだ。一番もうやばそうだけど5は一番ないですよ。ないもっとじゃないです。もっとちょうだい。それは選ぶじゃん。あ、本当ですか。いやだから多分そこをこの男気というかで1を取るのかとかを多分期待されてるのかもしれない。まあ本来であれば3と2取るのが定石ですけど、はい、まあそこはね、まあ、やっぱプライドもあるし、うん、10でだからもっと上ないんですよ。もっと上選んでもらっていいですか。じゃあ1から3です。1から3と、3が一番きついですよ。2で。おお、なるほど、来ましたね。まあでもそれで様子見でもいいかもしれないですね。確かに、はい、どのレベルなのか分かんないから俺は、まあ、2でいけるんだったら1でも、ね、はい、だ2でいけたら次1ですよ。確かに。なるほどなるほど、はい、それはそうですよ。じゃあ2番のハンデはこちらです。ペゴニャンの味方にレベル9カズヤが2人。レベル9のカズヤさんっていうのは一体誰だろう。あの新メンバーじゃないですか。カズヤさんっているの。カズヤでいるんです。ノブオカズヤみたいな。今僕カズヤがカズヤってキャラがいるんです。新しい人がノブオって来ないんですよ。コンピューターってこと。そうですそうです。で2人仲間になります。レベル9が一番上なの。そうです、強いです。あ、はい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 。だから3人で戦えるってことですね。3対1のね。そうですね。あ、オッケーオッケー。なるほど、はいはい、なるほど。これってどう、俺そのレベルが分からないんだけど、どうなんですか。レベル9カズヤは2人。
いや結構厳しい条件ではありますね。あ、そうなんだ。レベル9カズヤ2人とレベル1手越しですよこれレベル9カズヤね強いんですよ。あ、そうなんだ。はい、何使おうかな。行くぞ行くぞ。ちょっとだからプロでも困る、ね、これは難易度というか。いやさすがにちょっと3対1はねなかなかやらないですからね正直そうね、俺復帰ができねえんだよ。あ、確かにまず手越さん倒して2対1をそれはよくないな。そうですね。いやこれ手越さんに全部取ってもらおうかなと思ったんだけどよし、よいしょ。ポケモントレーナー、いやこれマジでこれでもいや一気に詰めればね。あ、いいよいいよ。あ、音楽がいい。音楽がいいよ。いいですね。いいよ。曲がいい。曲が抜群。わかんない。遠目からもずっとファルコンパンチ打ってる。あ、でも追っかけられてます。これさ、ピューンってどうやって使うんだろう。これ。コマボタンが違うさ。おお。やばい、でも順調にカズヤがパーセンテージ溜まっていってます、ね。いいよ。性格とは真逆のね、引いて戦うから。やばい。おっ、カズヤカズヤ引いて戦うから。お、偉い。やばいやばい。おっ、いいんじゃないですか。押してる押してる。ちょ、カズヤが邪魔。カズヤカズヤカズヤがでも仲良く 100% です。守りのスマブラは。おっ、よしよしよし、カズヤカズヤが今、カズヤですか。カズヤカズヤが取った。いや、まずい。いや、これちょ、やばいやばいやばい。おい、ちょ、なんか一人なんかどっか行ってんだけど。カズヤ、ね、戦え戦え。操作方法、おさらいできました。今ね、それ今操作方法確認してるから。おさらいカズヤのスキル。カズヤに任せて。お、でもえ、ほら、いいですか。死なない戦いをするから。うわ、カズヤ強いな。お、邪魔。死なない戦いをしてるから。俺はカズヤをサポートしてるから。カズヤをサポートするんだよ。最後の一撃もらっちゃいましょう。いいね、一撃が止まる。はい、勝つ。何もしない。あ、やべ。届かないか。いや、じゃ、カズヤ。おい、戦えよし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 。まだ2機ある2機ある。カズヤ、もしお前が死んでも俺から機を取れ。俺の2機をお前らが取れ。おかしい。コンピューター対策逃げるな。あいつ逃げろ。おお、逃げる。え、おっと、あっ、カリフッキー。いい、惜しい。危ない。え、よし、危ない。よしよしよし。危ない。どうだ。あー、やばい。復帰できない。復帰ができない。あいつ復帰できないぞ。復帰の弱点。復帰弱点がある。見つけた。あいつ復帰できないぞ。ちょっとバレてます。復帰できないでバレてます。逃げ足が速いから俺。カズヤ邪魔。ファルコンのよ。逃げ足が速い。逃げて。あの逃げ足が。ほらもういっぱい。危ない。いや、でもあと一撃当てればじゃないですか。しっかりしろ。邪魔すぎる。おやー、うまい。危ねえ、危ねえ、危ねえ。いやだ、なんかでも勝つようにやられとこうかな。なんかやりたくない。よし、タイミングかかってますね。ずっとタイミングかかってんだよ、陸地で。あの変なマスクつけてるやつ、なんかしたか。これだよ、もうカズヤ安全地帯でずっとこうやってやってほしいもん、ね、これはもうあのマスクつけてるやつなんかやったかいよ。 48% も与えてる。いやー、ということで手ごやの勝利です。1戦目ちょっと、やっぱきついっすね、カズヤレベル9に対は。そう、やっぱ言うじゃん、よくホームランとか打った選手とか、はい、ハットトリックした選手がね、あのヒーローインタビューで、いや、これは僕は
点取ったのは味方のため、あくまでも自分の点ではなくチームの勝利のために。これです。俺は常に風をサポートしてた。サポートサポートしてた。もうほら俺にこう引きつけて、俺をまずやりに来てる、引きつけて持ち前の俊敏さで、そこをカズヤがドン、まあ、サポートをしていたと。もちろん。なるほどです。さすがです。とんでもない。さあ、じゃあもう2戦目いきたいんですけども、まだ1本です。番号をまだ選ばない。2はもうだから使えないでしょ。そうですね。3 嘘。え、前に1だと思ってたけど3のパターンもありそうだろ。そっち嘘だろ。スタッフさんも今3の準備してますよ。3じゃない、1の準備してますよ。あ、まあいいでしょう。手ごり選んでもらいましょう。1でいいですよ、1で。あ、1で、1でいい。いや、優しいな。1でいいですよ。1番のハンデはこちらです。 1何よ。手ごにゃんがザクレーのボタン設定を作る。変えれるってこと？ボタン位置を。そうですね。これあのジャンプとか攻撃とか。これ結構きつくね。ボタンを選べるんですけど。作って差し勝負。作って差し勝負ですね。今なんで、またカズヤ呼ぼうとしました今。カズヤいないの？の顔してますけど。カズヤはないですもん。いないよカズヤ。もういないです。復帰が苦手なんだね。場外飛ばされたらもう終わりだぜ。ジャンプとか攻撃とか。いや、まあ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 。これを好きにいじってもらう。ぐっちゃぐちゃにしちゃいましょう。いや、そうそうだね。で、これあの選んで、これ選べる。ちょっと待てよ。うわ、これでも。はい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 。これ変えてるのは見てるんだ。見ちゃダメですか。厳しい大人。見ちゃダメですよ、もしかして。本当に。一回り上が言う言葉じゃなかった。見るなと。でもじゃあ見ないでもいいですか。あ、まあ見ないでいきます。うちのテコニャが見ないでいきます、ね。はい。これでいこうか。おお。これ保存でしちゃってるね。保存で。真ん中のボタン押してもらえれば。あ、これどっか。ヒットゾーンなんかやれんだよ。下打ちやめてくださいよ。何ヒットゾーンを盛り上げなきゃいけないんだ。今テコニャは必殺技を入れないでスタートしようとしました。何をしてようとしてるんですか。入れてくださいちゃんと。あ、でも。はい、できました。できました、はいはい、すごいなそれ。いや、これ負けられないですよ。お願いします。ちょっと復帰ミスだけしないようにしないとな。マジもったいないから。ただ今復帰ほんとそう。何の技が入ってんだろう。見つかる前に早く言った方がいいですよね。そのいろいろ試してる試してる。何がどれかを試してる。試してます。ガードあった、ガードあった、ガードあった。ガードあった。初めて聞いた。スマブラやってる人。つかみあるぞ、つかみある。つかみあるぞ。探してます、いろいろ探してます。でもね、今あい探しきる前に、やばい、あ、やばい、え、うわ、やばい。よしよしよし、まだ探しきれてない。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。あ、やばい、あったあった、攻撃あった。面白い。え、やばい、よしよしよし、落としはいける、落としはいける。よしよしよし、口がまだできてない。よし、不思議な動きしてる。あ、来てます、来てます、やばいやばい、復帰頑張って。あ、でもちょっと落ち着いてきた、落ち着いてきてる、やばいやばいやばい。そう、時間かかればかかるだけ。そうなんだよ。いや、まずい。いや、待って、ジャンプなくね？これジャンプなくね？待って待って待って、ジャンプどこ？いや、俺ジャンプ聞いたことないんですよ。負けた後にジャンプなくねっていうコメント。ジャンプどこ？いや、ちょっと見てほしい。俺がボタン設定。ジャンプなくね、マジで。いや、それはあります。なしは設定できないから。答え合わせ、ね、答え合わせ、はい、え、どこどこどこ、答え合わせ。さあ、答え合わせ。ジャンプがない。さあ、ジャンプは、ジャンプはどこだったんでしょうか。ありましたよ、1個下、うん、十字キック。やらしい、やらしい。知らん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 。ちょっとじゃあもう一個、もう一戦いきますか。二連勝中ですから。せっかくですし、そうですね。気持ちに余裕も余裕ありますよ。ありますし。二連勝中だもん。じゃあちょっともう残ってる班では3でいいの？3なので。本当一番きついんじゃないかと3が。はい。でもじゃあこれで
ザクレさん勝ったらもうトータル勝ち。あ、まあ確かに3で勝ったら、まあまあ1-2-1ときて勝って3負けることはないと思うんですよ、まあ、確かにそうですね、うん、この流れで言うと数や10体とか3番のハンデはこちらです。テゴニャン&ノブオチームで、ザクレイさんがストック1-1だから3-3-1とね。あ、はいはいはい、なるほど、そうですね、これはいけんじゃねえか。1か、1やばいな。じゃそれでいきましょう。で今の配置でしょ、ボタンもボタンも下今の配置で、カズヤも3体でしょ。カズヤも3体、カズヤ増えた2じゃなくていや俺もちょっとここ勝ちに行っていいですか。わでもガチで攻撃力高いキャラいいっすか。お、ガノンドロフ、うわーすごい。いやもう俺はもうちょっと短期決戦でいきますわ。え、怖っ。よっしゃ、これちょっとノブやるぞ。いやもう完勝しましょう。じゃあこれはちょっと勝ちにいきます。で、あの最初僕1ストックになるんで、じゃあ最初2機落ちます。あ、はい、なるほど、はい、よしよし、今のうちちょっと押してもらってもいいですか。いや相手でもこれ復帰できないですよ。よしお願いします。いいですね、じゃあ行きます。よーいスタート。やばい、この 10% 重いぞ。いやいい、これ引きつけてのファルコン今良かったですね。カービィ引きつけからよし、いや痛いこれ。あ、これ違いまた変わりになってる。あ、やべえ、ごめんなさい、やべえ、バカ野郎味方の攻撃当たる。え、ちょっと待って、それ当てないようにしないと。うわすげえ。いや、俺も慎重に行くよ、これ。あ、なんか食べてる。あ、これ、ファルコンマッチ打てるよ、あんた。よっしゃ、よっしゃ、ファルコン食べます。弱い。リーチ弱い、リーチがない。いや、俺ちょっと慎重に行くよ。もう一人が遊んでる間に。これさ、復帰できねえじゃん。これ勝てるぞ。これいけるぞ。もう1対1対1。やばいやばい。飛んでます飛んでます、あとちょっとです。84。あれそんなん当たったね。よし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 、ちょっと復帰を覚えている。いつの間に、いつの間に復帰してくると思う。うわやばい、これ復帰できないんじゃないか。うわー、うわやばい、頑張ってテゴニャン、ラストラスト一撃、いやまだいける、頑張って、うまい、いける、頑張れやべー。いやさすがにね、さすがにちょっと復帰覚えたての人に負けませんよ。うわくそー悔しい。まあ最後勝ったからね。悔しいな。いやーちゃんと負けましたね。ねちょっと早くない死ぬの。いや僕もうちょっと粘ってよ。カービィってそういうキャラじゃん。粘れるキャラじゃん。粘れるのに。まあ先に2敗はしましたけど、まあ、まあなー。いやー最後にね勝ったので。ちょっと底力を見た感じは。ありましたね。ちょっと操作を思い出してきたから余計悔しいわ。そうちょっと復帰できるわ。当時の操作をちょっとずつ思い出してきたから結構飛ばしても帰ってくるっていう。余計悔しいわ。よちよち復帰みたいなありましたね。このさっきはね、ようやく復帰が、うん、肘出してさっき落ちてたんですけどね。そう。ということで今回のあ私の勝ちでよろしいでしょうかね。これはまあまあ言ってもね先輩ですから、これでねやっぱ勝ちを誇るほどそんな僕もね、ね経験が、ないわけじゃないですから、まあ、ここは大人の余裕で負けていいでしょう。悔しそうだな。めちゃめちゃ悔しそうだ。ちゃんと喋れてないもん。ということで、まあ、今回もね、はい、ハンデマッチやってきましたけども、はい、まあ勝利したのは一応私ということで、はい、形でいただきました、うん、ありがとうございました。さすがです。
さすがでございます。オッケーで今日はこの辺で、はい、終わりましょうかね。はい、まあ、今回手越さんコラボということで、うんうんうん、その手越さんのね方のチャンネルでもそのコラボの方の動画がね上がっているので、概要欄にねそのリンクの方載せておくので、はい、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。今回は手越雄也さんとスタッフさんの、スタッフじゃねえよ、信田さんでした。名前覚えて帰るよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。